どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をねしなければなりません。ということで本日はですね、楽天プレミアムカードプライオリティパスがですね、2025年の1月1日からですね、年間5回へ解約へということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このねプライオリティパス持ってる方非常に多いと思うんですけども、いや残念ながらですね、楽天プレミアムカードに付帯するプライオリティパスがですね、今までねプレステージ会員年間何回使ってでもですね、お金がね追加料金かからなかったね、この楽天プレミアムカードのプライオリティパスなんですけども、残念ながらですね解約ということで、年間5回までっていう風に変更になります。でこちらね、注意していただきたいのは、2025年の1月1日からということで、今ね2023年ですよね。ですので今回ね解約はされるんですけども、まあ、実装されるのねかなり先っていう風になりますんで、まあ、この点はね覚えておいていただきたいななんていう風に思います。あとね1年間は普通にね今まで通り利用することができるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。ということで公式サイトね見ていきたいななんていうふうに思うんですけども、こちらね公式サイトになってるわけなんですけども、年会費流用カードの一部サービス変更のご案内ということで、でこちらね楽天市場でもですね、こう楽天プレミアムカードね解約ということで、ツイッター等々でもねかなりね話題になってるわけなんですけども、こちらねスーパーアップポイントプログラムっていうのはですね、楽天にあるわけなんですけども、このね、楽天プレミアムカードのね、倍率分っていう2倍っていうのはですね、完全になくなって、この楽天カードの特典としてプレミアムカードね、まあ、5000ポイントがまあ追加になるっていう風になるわけなんですけども、まあ3分の1になってますよね。ですのでね、今まで2倍だったところが今後は1倍で、しかもね上限も1ポイントで、またねそれ以外の SPU もですねかなりね解約が入っているっていう風になりますので、まあ個人的にはですね、まあ普通にね楽天で買い物してる方からするとね、そんなに影響ないんじゃないかななんていう風に思うわけなんですけども、楽天でねポイントせどり、まあ転売とかねしてるような方は、まあ今回のね解約でかなりね大打撃なのではないのかななんていう風に思うんですけども、まあ普通に使ってる分にはですね、そこまでかななんていう風に思いますかね。まあひとまずね、この楽天プレミアムカードはねもういらなくなるかなっていうところではあるわけなんですけども、まあこちらもね一緒に発表されました。でこちらにね戻りますけども、付帯サービスプライオリティパスについてということで、対象カードは楽天プレミアムカード、幻のね楽天ブラックカードっていうのもねあるんですけども、こちらに関しては現時点では変更対象外っていうふうになっております。でサービス内容の変更ということで、2024年12月31日までは海外のプライオリティパスのラウンジ、利用する無料でね利用することができます。ですので2024年のね来年の12月31日までは、まあ、今まで通り利用することができて、2025年の1月1日以降ですね、海外のラウンジに関しては年間5回まで利用することができるっていった形になります。ですので楽天プレミアムカードのプライオリティパスは今後ね回数制限が5回までになる、まあ、プレミアムプライオリティパスのね付帯のカードっていう風になるんですよね。まあ正直ですね、この楽天プレミアムカードね、年会費1万1000円しかしないクレジットカードで、プレステージ会員がね、ついているっていうのはね、私は結構異常だと思ってたんですよね。ですので、まあ今回の解約はね、まあ解約は解約なんですけども、まあしょうがないかなっていうところではあると思うんですよね。で、またね、今回対象になってるのはね、海外の利用がね、年間5回までっていう風になりますんで、まあ国内のね、プライオリティパスのラウンジに関しては、今後もね、無制限に利用することができるっていう風になりますんで、ここはね、まだ良かったかなっていうところなんですけども、まあこういった感じでね、発表されてしまいましたので、楽天プレミアムカードのね、プライオリティパスは、まあ今後ね、プレステージ会員でね、2025年1月1日以降ね、利用することができなくなるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、またね、サービス変更に伴い、サービス提供方法も変更になりますということで、まあちょっとこちらね、詳細まだね、わかんないわけなんですけども、2024年、来年の夏頃にね、別途ご案内がね、入るっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、今回のね、サービス内容変更に伴ってですね、2023年11月1日までに楽天ブラックカード、プレミアムカード、楽天ビジネスカードを入会した会員様につきましては、年会費の返金をね、受けたまりますということで、
今回のね、改定で、あ、これはね、もう楽天プレミアムカード申し込んだけど、もういらないよっていう方は、こちらね、あの年会費ね、返金がね、申し込むことができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。ということで今回ね、楽天のプレミアムカードのプライオリティパスね、回数制限が入るということで、ちょっと私の方でですね、今後のね、おすすめのプライオリティパスのね、クレジットカードね、一覧で、作らせていただきました。今回ね、楽天プレミアムカードが、まあ、今現在ね、プレステージ会員なんですけども、2025年の1月1日から海外ラウンジは年間5回までっていうふうに変更になりました。まあ、国内に関してはね、一応2025年以降も、無制限でね、利用することができるみたいですね。で、一番最初にね、お勧めさせていただいたのが、セゾンゴールドアメックスカードですね。で、このクレジットカードはですね、こちらね、知ってる方そんなに多くないかもしれないんですけども、プライオリティパスね、発行することができるんですよね。で、優遇年会費が1万1000税込みでね、利用することができるっていう風になりますんで、今後ね、非常にお勧めっていた形になります。で、年会費がね、1万1000円なんですよね。で、初年度、これから発行される方は初年度年会費無料でね、利用することができるわけなんですけども、で、1万1000円でね、プレステージ会員のプライオリティパスが付帯できますと。で、こちらのクレジットカードですね、今までね、私もそうなんですけども、年間1回利用で年会費無料キャンペーンっていうのが結構前からね、やっているんですよね。で、私もね、こちら適用中で年1回使えばね、年会費無料でこのクレジットカードね、維持することができているわけなんですけども、キャンペーンで、ね、利用できている方、もしくはこれからね、キャンペーン適用になる方に関しては、1万1000円だけでですね、このプライオリティパスね、追加することができるっていう風になりますんで、今のね、楽天プレミアムカードと同じ費用でですね、利用することができるっていう風になりますんで、おそらくね、今後の一番のおすすめのプライオリティパスカードはね、これになるんじゃないかなっていうところですかね。年一度で年会費無料キャンペーンがですね、利用できない方はですね、2年目以降ね、1万1000円かかってきてしまいますんで、まあ、それだとね、あんまりお得にならないのでっていうところなんですけども、このキャンペーン利用できている方はね、かなりおすすめっていた形になります。で、次ですね、セゾンプラチナ、セゾンプラチナビジネスですね。年会費2万2000円、ビジネスカードは初年度年会費無料キャンペーンがね、やっております。こちらもプレステージ会員でね、利用することができるっていう風になりますんで、年間何回でもですね、プライオリティパスのラウンジ利用することができます。こちらは特にないかな。はい。セゾンマイルクラブね、入っていただくと、JAL マイルの還元率がね、1.125% 還元基本でね、取れるっていう風になりますんで、このね、JAL マイルをメインで貯められている方は、やはりね、こちら、やっぱ強いですよね。先日ね、プラチナビジネスの方のがね、ちょっと一部解約になりましたけども、ですので、今後はセゾンプラチナの方がいいのかな。セゾンマイルクラブのね、費用もかからないっていう風になりますんでね。それでは次に、エポスプラチナカードですね。こちらのクレジットカードなんですけども、エポプラ。こちらは年会費がですね、3万円のクレジットカードっていう風になっておりまして、エポスゴールドとかね、使ってるとですね、インビテーションが来て、インビテーションで発行するとですね、本来ね、3万円の年会費なんですけども、2万円でね、利用することができるって言った形になります。で、このね、エポスプラチナカードのいいところはですね、年間の利用額に応じてボーナスポイントがもらえますよね、エポスカードって。で、プラチナカードの場合は、年間100万円で2万ポイントが獲得することができます。で、この2万ポイントで年会費をね、支払うことができるっていう風になりますんで、毎年ね、100万円使っていただくとですね、年会費ね、充当していただければ、まあ実質無料でね、利用することができて、プライオリティパスね、プレステージ会員がね、利用することができますので、この方法もね、結構いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあハードルとしてはですね、このエポスプラチナカードのね、インビテーションをもらわなきゃいけないということで、私の動画見てる方ね、JQ エポスゴールドカードを持ってる方非常に多いと思うんですけども、JQ エポスはね、このプラチナカードのインビが来ないっていうふうになりますんで、エポスゴールドカードとかね、利用されている方はこのねインビテーションを狙ってね使っていただくっていうのもかなりおすすめっていた形になります。それでは次に MUFG プラチナカードですね。結構ね紹介させていただいておりますこちらのクレジットカードですけども、年会費ね2万2000円かかるっていた形になりまして、ポイントサイトの案件がですね、ポイントインカムだったと思いますけども、2万2000円相当のねポイントがもらえる案件がね、出ているっていう風になりますんで、1年間ね、実質無料で利用することができます。プレステージ会員もですね、利用することができて、このカードね、家族カード1枚無料なんですよね。で、家族カードが1枚無料にもかかわらず、その家族カードにもプライオリティパスがですね、プレステージ会員でね、付帯するっていうね、珍しいカードになっておりますんで、
ご夫婦とかでね、利用されたいっていう方は、このクレジットカードね、非常におすすめって言った形になります。で、次にですね、ここからね、年間の回数制限のあるクレジットカードになるわけなんですけども、UC プラチナカードですね、年会費16,500円。今ね、初年度年会費無料キャンペーンやっておりまして、またね、決済端末のね、またね、指輪型決済端末のエブリングもね、もらえるキャンペーンやっておりますんで、まぁ、ちょっとね、この楽天のね、解約は2025年の1月1日からなんで、まぁ、これの、ね、初年度年会費無料キャンペーンね、適用して発行していただいてもいいんですけども、まだね、楽天プレミアムカードはね、2024年いっぱいまではね、利用することができますんで、もし来年こういったキャンペーンがやってたら、まぁ、こちらがね、おすすめっていた形になります。で、UC プラチナカードの方は年間6回まで利用することができて、7回目以降は有料っていった形になります。で、ダイナースの方はですね、年会費22,000円、初年度年会費無料キャンペーン今やってるんですけども、こちらね、プライオリティパスじゃなくて、ダイナースクラブの提携ラウンジっていう風になりまして、まあ、プライオリティパスが使えるところね、結構使えるところ多いんですけども、年間10回までね、無料で利用することができて、家族カードもね、1枚無料ですので、まあ、こちらのカードも1年間無料でね、年10回利用することができるっていった形になります。それでは次にちょっと番外編でね、住信 SBI 銀行プラチナデビットカード入れさせていただきました。こちらね、年会費11,000円かかっておりまして、このカードね、私はモバイル保険があるんでね、発行してるんですけども、こちらのね、デビットカードですね。プラチナデビットということで、これクレジットカードじゃないんですよね。ですので、審査なしでね、発行することができるんですけども、このカードはですね、ちょっと前までですね、ラウンジキーだったんですけども、ラウンジキーからですね、プライオリティパスに変更がね、発表されてるんですよね。これ、細かい話で今度しようかなと思ってたんですけども、12月の1日からですね、ラウンジキーからプライオリティパスに変更になるということで、年3回まで無料で利用することができるわけなんですけども、今後はね、プライオリティパスに変更になったっていった形になります。で、利用方法についてはですね、今までね、ラウンジキー使ったことある方、ない方はね、ちょっと分かれておりますんで、この点はね、注意してください。またね、プライオリティパスに関しては事前登録いらなくして使うことができて、このプラチナデビットカードをね、提示していただいただけでもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはいいですよね。プライオリティパスのカードね、持ち歩かなくてもね、利用することができるっていう風になりますんでね。この点は持ってる方はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、こういったところですかね。まあ、この楽天プレミアムカードはですね、この今回の発表された解約がね、導入されるのが2025年の1月1日からっていう風になりますんで、この以外のね、クレジットカードがそれまでにね、変更ないとはね、ちょっと限りませんので、まあ、現時点でのね、話にはなりますけれども、一番いいのはね、セゾンゴールドアメックスがね、一番良さそうですよね。まあ、年1回利用でね、年会費無料キャンペーン適用されてない方はね、ちょっと厳しいかななんていうふうに思うんですけども、持ってる方に関してはですね、このカードがね、一番いいのではないのかななんていうふうに思います。はい、ということで今回ですね、楽天プレミアムカードがですね、プライオリティパスね、とうとう解約がね、入ってきたっていう風になりますんで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、個人的にはですね、年会費ね、11,000円でプレステージ会員ずっと付帯してたんでね、いや、上がるか、回数になるかとかね、まぁ、ちょっとね、そこら辺を予想しておりましたので、まぁ、今回ね、回数制限が入ったっていうのはね、まぁ、しょうがない部分であるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。で、先ほどね、紹介した、住信 SBI のね、デビットカード、プラチナデビットですね、こういった券面になっておりまして、これね、チタン風の券面ということで、まぁ、特にね、チタンではないんですけども、プラスチックなんですけども、チタン風の券面がね、結構こちらね、かっこいいですよね。はい、ということで今回ですね、とうとうねメスが入ったということで、楽天プレミアムカードのプライオリティパスね、保有されている方はぜひね、覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。